こんにちは、さあやです。おはようございます。今朝の7時45分なんですけど、めちゃくちゃ朝です。今日はこれからメイクをしてね、お出かけをするんですけど、こちらのプリマビスタの下地って使ったことありますか？私はね、初めて使うんですけど、よくね、口コミでこうしっとり感があるとか、化粧崩れしにくいっていう風にね、目にしていたのでちょっと気になってはいたんですけど、一日ね、結構こうお出かけってなると、夜になるとね、乾燥してこうファンデーションがパリパリみたいな崩れちゃうっていう時があるじゃないですか。でもやっぱりこう、せっかくねメイクしたんだったら最後まで綺麗な状態でいたいじゃないですか。なので今日はですね、こちらの下地を使ってお出かけをして、本当にしっとり感が続いて崩れにくいのかっていうのをですね、実際に試していきたいと思います。なんかね、長時間の乾燥によるかさつきや粉吹きを防ぎ、高保湿ラッピング手法でしっとり滑らかな仕上がりを持続させてくれるみたいです。で、なんか美容液のようなつけ心地で化粧のりのいい肌に整えますって書いてある。使用量の目安がだいたい8ミリほどって書いてあるんですけど、ちょっとね、手に出した感じものすごくこう柔らかくって、なんかクリームみたいなんですけど、こう伸ばすと美容液みたいな柔らかさで肌にこうスーッと馴染んでいきますね。すっごく滑らかで伸びがとってもいいです。そしたら実際にちょっとね、メイクしていきたいと思います。うん、スーッとね、こう肌に伸びて馴染んでいきますね。のせたら最初はこうクリームみたいなんですけど、こうスーッと肌に馴染んでいきます。こう馴染むとこうベタついたりせずにさらっと肌表面はしているんですけど、でもしっとりとされているなっていう感じがします。私結構このおでことか、意外と私この鼻周りとかはね、口周りとか乾燥しやすいんですよね。今日なんか最近結構気温がバラバラで、暑かったり寒かったりするんですけど、結構冷房とか乾燥しちゃったりとか、でもこれから結構どんどん寒くなれば寒くなるほど乾燥気になってきますからね。次にね、こちらのファンデーションも今回一緒に使っていきたいと思います。プリマビスタの崩れにくい潤い質感メルティリキッドファンデーション。私が使っている色がウォームオークルというカラーです。こちら SPF20 の PS3+ となっております。こんな感じの、これもね、すごく伸びがいいファンデーションですね。これを今回顔に、とっても質感も柔らかくて、指でもね、簡単に伸ばしやすいです。今日はこれからマネージャーさんとお出かけするんですけど、初めてね、行く場所なんでめちゃくちゃ楽しみです。ですね、完成です。すごい程よいツヤ感もあって、とっても綺麗ですね、ファンデーション。ファンデーションもすごくノリが良くって、今すごくしっとりと潤っております。でもベタついたりはしてないというわけで、実際に今からこのままお出かけして、一日本当に乾燥から守って崩さないのか試していきたいと思います。行ってきます。一日天気いいからね。天気、夜これ絶対綺麗だわ。ただいま。はい、
というわけで今帰ってきました。買い物とかも最後行ったりしたので、結構ね長いこと今日一日も外に行って、いろんなとこにねお出かけ行ってきたんですけど、海がねちょっと近くって、で風強かったので車でもずっと冷房をガンガンにかけてたので、結構ね肌がね乾燥したかなって思うんですけど、今ねリップだけお直しのコスメ持ってったんですけど、それ以外はもう何にも、直してなくて朝の状態です。でもメイク直しもね一度もしてないんですけど、乾燥してこうかさついてるなっていう印象は全くないですね。鼻のところも綺麗なままだし、口周りとかもそうですかね。ずっと外出てて結構冷房にも当たったり風も強かったのに、朝のしっとり感もあってメイク崩れも気にならないですね。本当に今日一切直してないので。これからの季節はどんどんもう寒くもなってきて、で乾燥もね気になってくると思うので、それでもね今日も夜まで綺麗なお肌でいれたので、そんな時にねこのプリマビスタがあれば綺麗なままでいられるんじゃないかなっていう風に思いました。オンラインショップや全国店舗にて発売されているので、気になった方はですねこちらぜひぜひチェックしてみてください。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。